YouTube で目指す方向性というのを一緒に考えていきたいなと思っています。ジミー・イエダさんの魅力とは、うん、歌当然ですけど、はい、ありがとうございます。まずはここです、ね、歌手なんですよ、はい、もっと信じてくださいよ。ドゥーワップというやっぱりジャンルの魅力、はい、一人喋りなんですよ、はい、これがもう本当にすごい。歌って喋れるという部分、ね、ここがやっぱり他にはない個性だなと。すごく大きく分けると2つあるかなと私は思ってるんです。人気 YouTuber になる、うん、チャンネル登録者および再生回数を増やすことを目標として活動していって、YouTube を活用して人気者になる。なんか文章としては似てる気がするけど、そうですね、はい、ジミーさんの魅力的な部分を YouTube を通じて発信していくことで、を通じて新しいお仕事につながっていくことの方を中心としていく。あ、1と2だったら2の方がもうまずすぐに実践できそうな気がしますよね、はい、ジミーさんのスタンスには合っているのかなと考えてはいます。そうなんですね、はい、ありがとう。それらを進めていくためにどうしていけばいいかというところが次になります。次、はい、ではその要は人気者への道として、はい、まあ、人気 YouTuber になる、うん、YouTuber を活用して人気者になる、はい、2つの方法がある上で、まあ、それぞれについてちょっと軽くご説明させていただこうかなと思います、はい、説明していただけるんですね、はい、よかったよかった。まずは1つ目、人気 YouTuber になるという部分ですが、まあ、これはもうそのいわゆる YouTuber の方々がやっているようなことを、ジミーさんらしくやっていく。私らしく。そうですね、はい、YouTube らしいコンテンツ、うん、YouTube の視聴者さんに好まれるコンテンツっていうものを意識してやっぱりやっていく必要があるのかなと。いわゆる見てくださる方にこう、はい、意識しながらですね。そうですね、これ好まれそうみたいなね、はい、なかなかそういう好まれそうな生き方してないですよね私はね。大丈夫なのかな、うん、まあ、その悪く言うとそのなんか YouTube の視聴者さんに媚びを売るみたいな風に感じる部分もあるのかもしれないんですけれども、うん、まあ、言ってみればその流行ってるコンテンツっていうのはその流行ってるから見られるっていう部分も当然あるんですけれども、うん、はいはい、流行ってるっていうことは誰かがその動画、その我々の動画でなくても今流行ってるものがあったとして、うんうん、その流行ってる動画を誰かが見てると、うんうん、その動画の関連動画にまた自分のたちの動画が表示されやすくなって見られやすくなるみたいなこともあるんですね。あ、そういうことがあるんですね、はい、あ、そうか、なかなかありますよね、はい、次これ見てみようかな、ね、そうですそうです。だからその流行ってる流行りものをやるとそういう部分で引っかかる可能性があると。はい、一つは、うん、例えば今最近のトレンドで言うと、はい、言うと多分ジミーさんがやられるのであれば一番近いところで言うと人気曲のカバー。人気曲のカバーね、ボカロ曲とか。あ、ちょっと待って、はい、ボカロじゃなくてあのいわゆるボーカロイドです。ボーカロイド聞いたことある。ボーカロイド何ですっけ。ボーカロイドとか、うん、名前は見たことがある、はい、今最近だと米津玄師さんとか。米津玄師さんは名前は知ってるよ。夜遊びさんとか、夜遊びさん、うん、はいはい、とかがボカロ、いわゆるボカロ P っていう。だってボカロも今まだ解決しろって P がひっついたよ。なんけボカロ P 知らんよせや。知らんてや。プロデューサーの P。プロデューサー、はい、放送業界でもいますもんね。はいはいはい、あ、ちょっと待って、なんかこう今もう一瞬で疲れた。ボカロ、またそのボカロで、だからそのボカロ初音ミクチなわけ。まだ解決してらんで、はい、ボカロ、あ、人じゃないんだ。そうです。人じゃない、え、ボカロも初音ミクも人じゃないの？そうです。ボーカロイドという括りの中の1キャラクターが初音ミク、はい、一番有名な1キャラクター。そうなんだ。はい。2021年に死んで。サッカー日本代表の中の本田圭佑さんみたいな。ああ、そういうこと。ボーカロイドの中の初音ミクちゃんです。ドゥアップシンガーの中のジミー・イレイ。そういうことです。そういうことです。なんかこう汗が出てきそう。です、まあ、あくまでも例えばですけどボカロね、はいはい、もう知ったからボカロね。だよねボカロ。まあ、あとはその人気のアニメの主題歌とか。すごいね。この間小学校にコンサートを4人編成で行った時に、うちのメンバーのピアニストの小原ヤムチャがですね、鬼滅の刃のフレーズをピロピロピロって弾いたら、その全てのプログラムの中でどの曲よりも一番盛り上がったもんね。そうですよね。悔しいね。ジーミー・リエダも盛り上げたつもりだけどね、なんかね
炭治郎の歌っちゅうのをねピロッと弾いたわけ。だからもう子供たちが炭治郎だと、なんか分かる気がします。そのアニメの曲とか今だったら鬼滅の刃なんでしょうね。でね、人気アーティストはアニメじゃないけどね、知ってるのはねヒゲダンぐらいなら分かる。おヒゲダンに一度挑戦して撃沈したことがあります。そうなんですね、はい、何やったっけあの歌は、テレレッテッテーって歌ですよ。テレレレッテレッテッテーっていう歌があるわけ。テレレレンテレレレン、なんかテレレン、それを歌ってくださいませんかと頼まれて、であるところから歌えずにどんどん声が枯れてきてガラガラになってきて、泣きの、泣きの電話でごめんなさい泣きの電話でごめんなさい、もうその代わりに太田喜英一さんの君は天然色に変えさせてくださいって言ってそれを録音した経緯がありましたね。わかる気がします。人気の曲っていうのはね、歌いこなせるかどうか別にしましてね。まさに今そのドゥーアップに関連する部分かけるアニメでいうと、うん、そうだ鈴木雅之さんの、はい、ですです、かぐや姫はか、いやかぐや様やった、もう間違いちゃったやかぐや姫じゃねえでや、でないな話を違うのがられるよね鈴木雅之さんにね君はファンなのか本当にと言われるあなんだっけ、かぐや様は、国羅星大河、そうですね、はい、2作今歌ってますね、はい、リッカちゃんと歌ったのと、はい、ダブル鈴木でね、可愛いね2人ともね、ダディダディドゥの映像を見た時にはもう鈴木雅之さんのかっこよさもなんだけど、鈴木愛理ちゃんやったっけ名前は、ね、うん、鈴木愛理ちゃんのね凛とした感じのね、年の差のカップルでも私が引っ張っていくからみたいな、なんかこうかっこよさにね惚れた、うん、惚れたちった割に名前がギリギリしか出てこなかったんですけどね可愛いですね、あ美人さんですよね、いやいや年の差を感じさせない鈴木雅之さんのかっこよさも多分ですね、そのアニメ好きな方にもやっぱり届きましたよね、うん、それで言うと今そのドゥーアップ、はい、とアニメ界っていうのがちょっと近づいてくる橋渡し的存在になっていただいているという考え方もできるのかな。本当ですね、そう思うとね、はいはい、うん、しかもジミーさんなら、うん、例えば、うん、ファルセットで高い声歌いますから、あ、はいはい、ダディダディドゥを一人で二役で歌ってみた、あ、来た来た来ました、ちょっとなんか今追い込まれてますがよちょっと待ってくださいよ、まあ、例えばです、ね、例えばですよね、はい、本当ね、ヒゲダンもね歌えるんじゃないかなと思ってチャレンジしたんですけどね歌えなかったんですよ。ヒゲダンの彼はね声高いっすよね、高いですよね、うん、自分は裏声にひっくり返すんだけど彼はね、おそらく地声っていうのかな、うんうん、すっげえ高いかなこの声って思いながらね、まあ音痴も音痴で16ビートがガンガン攻めてくるしね、縦はソロはないわね、いやいやいや、ダディドゥもそうですけどね、なんか急にこうなんか次なんか落とし量が届いてきそうな気がして怖いまあでもね、カバーする人が増えるとか、例えばまあ今この撮影時点ではコロナ禍で大変ですけどね、カラオケとかに行くのがまた随分日常になってくる時期が信じてますけどね、カラオケで歌うとダディダディドゥが盛り上がりそうなんですよ。確かに本当にノリがいいからね、うん、ロングステラーしていただきたいですね、アニメの効果もあってですね、うん、そう思いますですね。で、まあ、今カバー曲とかのお話でしたけど、はい、例えば最近のトレンドだと、うん、個人的によく見かけるのは、うん、例えばカタカナ禁止で〇〇みたいなコンテンツ、まず名前がジミーですねですジミー禁止ですか、そういうことですね、ちょっと待ってくださいよ、はい、名乗れないですよじゃあドゥーワップシンガーって言えないじゃないですか。そうですそうです、1950年代から60年代にアメリカで流行したリズム&ブルースロックンロースロックンロースって言ったよ、ね、ロックンロールをベースにした、コーラススタイルを歌う歌手です。でもリズム&ブルースとロックンロールとコーラスもロックンロールもだまあ、ちょっと待って、はい、それ
何が面白いかと、その困ってるところが取られるのが面白いわけ。カタカナ、例えばまあ罰ゲームをあらかじめ決めていて、罰ゲームとかは前夜、まあ、時間であったり、まあ、例えば飲み会の間とか、24時間とか決めて、その間や罰ゲームが、まあ、例えばその罰金1万円、大人のコンテンツだと1万円とかだったり。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。まあそれはお金持ちの YouTuber とかやるんですけど、だからそれ流行ってるっていうことね。あのわざわざここのドゥーバップチャンネルで今日はカタカナ禁止ですなんて。あ、ではないです。なんかランド。ちょっとこうしようかと。実はそこに数えてるかもしれないです。ああ、僕はもうそのシレットリズム&ブルースも言ったとな。あ、アメリカもダメ。そうですね。米国ちゃないといけない。せめてじゃあそのドゥーバップの部分がカタカナ禁止になったらどう言ったらいいか。1950年代から60年代の米国で主に10代の、少年たちの間で流行した、当時米国でものすごく流行していた流行音楽のをベースにした合唱ものを歌う歌手です。通じねえ。すごい真面目な音楽みたいですね。通じねえ。なんか合唱で言いたくないんだよな。声と声の重ね合い。なんだそれ。知らんでやつら。そういうのがその、まあ、はい、以前から昔からあるようなコンデンツでもあるんですけども、最近よく見かけます、ね。はい、はい、なんかでも楽しいかもしれない。はい、ここまで戸惑うことはあまり日々の生活でないもん。はい。はい、とか例えばそういうものがあったり、あとはその定番のコンテンツでいうと、うん、ペットとか、ペット料理とか、あ、料理ね、ゲーム実況とか、ゲーム実況か、あとはそのテレビではできないような、うん、テレビではコンプラ的に難しいけど、うん、YouTube ならできるような、あの古き良き時代は許されていたけど今の時代ではなかなか難しいよというような意味合いでいいんですか、そこは。そうですね、あ、もちろんそういうものも、そういうものも含めて、はい、はい、YouTube ならではのものっていう。ペットがね、飼ってないんですよね。そうなんですね、うん、あの子供の頃ザリガニに興味を持ってアメリカザリガニを飼っていた時期はありましたね。で、産卵まで行って孵化して、それが残念ながらね、たくさん生まれたもんですから水槽の中で酸欠状態になってみんな亡くならせてしまいましてね。で、何年か前もですね、思い出したように飼ってた時期があったんですけどね、大きな、ま、もうこうこれぐらいの感じの、あのホームセンターでこのバットの深いやつ買って、そこに水をたっぷり入れて、あの川から石からないから持ってきてたんだけど、夏のある日に茹でられてしまって、つらい、もう飼わないと、飼わない。好きなんですかザリガニが。うん、いや、なんかあの小学校の時にザリガニに興味を持ってですね、でそれの影響があって小学時代ぐらいまであのエビを食べられなかったですね。アレルギーでもなんでもなくてですよ、そのなんか好きなものを食べるみたいな、あの飼ってたようなものに見えるじゃないですか。伊勢エビもルクスザリガニに似てるし。で、大学の卒業論文が鹿児島湾産波下ヒゲエビの成長と成熟というので卒業してるもんですから、まあ嫌いじゃないけど、でも大体そういう話すると料理屋さんにいた時に出てきたそのエビとか見て、これ何エビと言われでもね、答えられないんですよね。もうギリギリで卒業したもんですからね、本当恥ずかしい限りですよ。まあまあ、はい、まあそんな感じです。そういうのが YouTube の流行りのコンテンツだったり定番のコンテンツなんですが、まあもちろんそれをそのままやっても人気 YouTuber さんの動画が見られるだけなので、そこにジミーさん独自の何かルーアップであったり、はい、鹿児島弁であったりとか、鹿児島弁ね、はい、そういうところを絡めていくと、はい、もしかしたら見てもらえるものになるかもしれない。今日は今日でその JR でというのをですね、前回の放送の中でお話ししたのかな、雪の寒い日に車が心配だったからってことで JR 利用で、自分家から一駅遠いところまで、で乗車して、で、そのスタジオ最寄りの駅よりも一駅手前で降りて、まあ分かりやすく言いますと鹿児島で言うと鹿児島駅で下車して、
そこからテクテク歩いて50分以上かかってですね、このスタジオにたどり着いたんですけど、雪が降った後だからつるんつるんしてるわけ、路面が、歩道もね。もうだからそういう時にあのつるったーんといかないようにとか、トンクリッと半解けないようにとか、まあ、そういう過去まで、あ、が出てきますよね、使いませんけどね使いませんけどね、 あえてこのエッセンスとしてね、つるったの方がどちらかというと自分の脳みそからあのリアルタイムにポンと出てきて、他にないかなかけち思ったら、あ、トンクリがだねと、より分かりづらい、半解けるなんてね言葉がありましてね、まあ時々そういうのもあると面白いかもしれませんね。これあれですね、鹿児島弁禁止飲み会ですね。いやいや、鹿児島弁禁止は意外と僕にとってはですね、はい、苦ではないですよ。そうですか。もう全然苦ではない。今わざわざあのトンクリとかツルッタンって言ったけど、僕の言葉を基本的に文字に起こしたら標準の言葉ですから、ただイントネーションがなまってるだけだから、標準語で喋ってと言われたらすぐギブアップそのイントネーション、生まれ故郷のイントネーション禁止と言われたらもう本当最初からごめんなさい、もう罰金レベルです。なるほどです、うん。まあ、YouTube で人気になるという上で意識していくのが、はい、まあ、必ずしもその流行ってるものをやることばかりではないですが、うん、そういうものがありますよという部分でした、はい、部分でしたっていうのが、うん、多分ジミーさんの口癖なんですけど、部分でした。はい、あ、本当ですか。はい、動画編集してたら映りました。あ、口癖で部分でした。どういう時に使ってます。何かを説明した後にこれはこれこれこうで、このような部分でした。あ、本当ですか。言い方をすごくよくされて、本当ですか。多用しますね、私はね。覚えとこう、初めてでしたそれ意識したのは、はい、あ、そうなんですね、すいません余談ですが、いえいえいえ、ありがとうございます、はい、次に参りますね。はい、 YouTube を活用してジミーさんの魅力を発信する、はい、うん、という方向性の場合、うんうん、できること、現在できることであったり、はい、ジミーさんの独自性というものを発信するということですね、うんうんうん。これがまあこんなことが私はできますよということをコンテンツとして発信しておくことで、まずはですね、そっかそっかね、そこのニーズがもしあった場合に選んでもらいやすくなると、はい。まあ、確かにその映像ものでこう残しておいてもらえてると、ジミーちゃんってどんな格好でどんなルックスで、どんな佇まいでどんな歌を歌うのというのをいっぺんに見てもらうことはできやすいですよね。まあ、その YouTube を利用してる人が随分多いおかげでもありますよね、これはね、うん、まさにそういう感じですね、はい。でまあ、そこでどういうものをじゃあ、その名刺代わりに置いておけるかというと、うん、まあ、当然歌、はい、でそのドゥーアップをやっていますという、うん、そのドゥーアップというジャンルそのものに先ほども申しましたけど、独自性がやはりあると思いますので、ああまあね、ドゥーアップ人口が決して多くありませんのでね、うん、はい。であとはそのこれも先ほどお話ししましたが、講演会で話すような内容、うん、はい、もうこれもまあこれもその有名な講演会 YouTuber さんの受け売りではあるんですが、うん、あらかじめこれコンテンツがあることによって、うん、どんな話をするかわからない人を呼ぶよりも呼ぶ側のリスクを軽減できるということで選んでもらいやすくなるのではないかと、ね、ジミーレーダーを呼ぶ以来の方々は本当に勇気がありますよね、でもですね、楽しいお話しますよ、ね、ためになるかどうか別としましてね、時間の経つのがあっという間に感じていただけるようなお話をします。ちなみに YouTube で、はい、ジミーレーダーというお名前で検索すると、うん、一番再生されているのが、まあ、当然その天才動画的なものではあるんですが、どこかでジミーさんがコンサートでグッドナイトベイビーを出られる映像が 1.7 万再生、そんなにですか。されてます。1万も超えてるんですか、はい、自分が知らん間に撮られてそうです、ね、でオフィシャルでもないのに、はい、でも、まあ、それは嬉しいですけど、はい、1万も超える、はい、ちゅうことは、まあ、ジミーレーダーっていけない人やったっけ、ちょっと思った時にそこにたどり着いてくださってですね、そうですね、そこと切り替えませんか今、はい、なんかこう権利を権利を確かに、そしたらもういきなり、ね、はい、1万7000超え、はい、超えますように。その動画のコメントで、うん、おそらく学生さんだと思うんですが、この人この間学校に話しに来たよマジですか、すごい面白かったって、あ、
本当ですか、コメントされてるんですよ。おっとちょっと探そう自分言われる送ります。せっかくだったらあのいいねをしておきましょうね本人が、ね、本人があの知らないうちに撮られた動画にいいねを押すというか、いいと思います、あとは、まあ、その実演の部分で、うん、実演というかそのお話できるという部分で、はい、ドゥーアップを中心とした音楽の歴史などについて語ることができるという音楽の歴史ですね。まあまあドゥーアップだけじゃなくても、まあ、自分の好きなその研究した部分になるかもしれませんけれどもね、自分のまあどちらかというとラジオマンとして喋ってる部分、一曲一曲こう選曲してお届けする際のいろいろ勉強した部分っていうのは、こういう YouTube チャンネルでも役に立てることができるならまあありがたいですよね。うん、でここまでが、うん、まあ、ここまでは前にも確か一度お話ししたことはあると思うんですが、はあはあ、今できることを名刺代わりに置いておくというのがここまで、ね、今できることですね。はいはい、で、もう一つが、うん、やりたいことにチャレンジするっていうのは今回やりたいことにチャレンジする。はい、やりたいことそんなないぞ。ちょっと待ってくださいよ。やりたいこと。はい、例えばです。例えば、そのだから、やりたいことそのものにフォーカスするのではなくて、例えば出たい番組がありますと。出たい番組ある。出たい番組の出たいコーナー。コーナーまではね、欲張らないですけどね。はい、MBC テレビのテゲテゲに出たい。声ばっかり今、ま、声ばっかりなのでね、なんと言ったらいいですか、映りたい。私も今テゲテゲを想定して話してありました。本当ですか。ね、いやでもね、放送の世界というのもやっぱしっかりしていて、出られないには出られないだけの訳があると僕は信じているんですよ。若い頃はね、ただただ悔しかったの。なんで俺テレビに出られないんだろう、でラジオに携わる前はなんで俺ラジオに出られないんだろうって思ってたけど、携わるようになったらやっぱ訳があるなと思いました。うん、だからね、なんか訳があるんですよ。わかんない、うん、だからそういうのをちょっとこの YouTube チャンネルを通じて、はい、いつかなんかこうチャンスが飛んできた時に任せてくださいと。そうです、言われるぐらいにちょっとね、鍛えられたらいいですね。まあ、鍛えるのもなんですが、まずその、まあ、例えばです、例えば食レポとか、食レポロケとか、食レポ、はい、ロケ僕ね、食レポもまだ一回もやったことがないのかな。ラジオを通じてもですよ。あ、そうなんですか。うんうん、まずね、 MBC ラジオでリポーターを務めたことが人生で3回か4回しかない、まだ。だからいかにその何て言うんですか、自分で番組まで組み立てて喋るということの方が得意というのを多分ね、その制作側の方々は分かってらっしゃるんですよね。なるほど、うん、なので2020年のあれは11月に久しぶりにリポートさせてもらった時も、お相手に喋っていただくのも全部原稿に書いて、どうかこれでお願いしますって感じでですね、要はその絡むのが苦手なんですよ。あるんですか、もしかしたら。まあ、それマジですか。やることによって、やることによってうまくできればですが、はい、うまくできればそれを見た視聴者さんが、うん、ああジミーさんの食レポ面白い、テレビでも見たい、うん、ってなれば、テレビでも見たい、あ、チャンスが巡ってくるかもしれないっていう、テレビには出たい、はい、そういうだから自分が、うん、今後別の仕事でやりたいことを先にこっちで、私はこれうまくやれますよとか、あ、そっか、面白くできますよ、いいっすね、はい、いつまでやらないといつまでもチャンスが飛んでこないかもしれないので、でも全然思いつかない、そのロケとか食レポとか何を、はい、すりゃいいんだっていう部分が全然わかんないですけど、まあ、そこはまあ、話し合っていきましょうか。そうですね、まあ、これはもうジミーさんが何がやりたいか次第なので無理されることはないんですが、いやいやいや、まあ、例えば先ほどもちょうどお話に出ましたけど、うん、やっぱり一人喋りのイメージがすごく強いので、うん、あえてゲストを招いてのコラボトークみたいなことをしていくことで、新しいジミーさんの魅力を見てもらうっていう。本当ですか。例えばコラボトークで言うと、うん、やっぱりそのコロナ禍の中で、はい、テレビでもリモートでの番組構成って多いですよね。あります、はい、で面と向かって話すのとリモートで話すのってまただいぶ勝手が違うんですね、うん、実際やってみると分かるんですけれども、いっぺんに喋れないじゃないですか。
そういうことなんですね、はい、あのまずねあのリモートで喋ったことがない。そうなんですね、はい、あの なんですか今 Zoom っていうのがあのみんな使いこなしているんじゃないですか。なのであのご家族が離れ離れでもそれで会話ができたりお孫さんのと会話をしたりとか全然やってないけど、その今回のこの立ち上がった YouTube チャンネル、ドゥアップチャンネルもだけどいつかはやれるようになりたいなとは思ってるので、これはあのケンケン教えて、まずその Zoom が使えるようになるまでを教えて。それはもうお任せください。Zoom っていうのは、はい、ネット環境がないとダメ。そうです、自宅では、まあ、インターネットができてるからできる、はいはい、あもちろんスマートフォンでもでもできる、はい、できるはずです。あそうか、だからスマホでお孫さんと会話をしたりするわけですね、はい、まあでも例えば、うん、そのテレビ番組とかで番組構成上、うん、次回の、会はどうしてもそのリモートでやらなければならないってなった時に、じゃあそのリモートの指揮を誰がやるんだ、うん、どうやらジミーが YouTube チャンネルでリモートの番組をやってるらしいぞとなったら、じゃあお願いしようとなるかもしれませんよね。お、それはやってないとやっぱり気づいていただけない。そうです、うん、教えてそこはお任せください。あの何もかも後手後手に回るんですよ、世の流行に対して。なので MBC ラジオにレギュラーで通わせていただいたのが2012年の10月の1日からだったと記憶してるんですけどね、番組スタッフとして実は SNS 担当で Twitter 担当だったんですよね。えっちゃんのタンポポクラブと城山すずめ投資で、あの10時から5時手前ぐらいまでずっと Twitter をこう番組でこうこう、副音声みたいな感じでよろしくと頼まれましてね、ツイッターの依頼を受けたのが9月の下旬ぐらい、10月始まりに対して、その時にその上長に返した言葉が、今日からツイッターを始めても大丈夫ですか10月1日からねツイッター担当でお願いしたいという依頼に対して10日切っちゃって今日からツイッターを始めてもいいですか、それで奇跡が起きてね、いいよと言っていただきまして、それでその積み重ねで今 MBC に通わせてもらってますからね。だから、まあ、飛んできたチャンスはなるべくこう逃さないようにはしたいと思うので、まあ、まあとにかくケンケンには教えてくだ、あのそれがやるよってなったら、はい、どっかインターネットの環境ができるところに僕をまた呼んでいただいて、でちょっと一からそれを言っかせてください、私に、はいはい、お願いします、はい、ですね。まあ、というところで、はい、まあ、その先ほども申しましたようにジミーさん次第ではあるんですけれども、うん、新しいチャレンジであったり、はい、またその発信はしてないけど実は私こんなことできますよっていうことがあるのであれば、はいはい、まあ、例えばですけど、うん、それで言うとラジオで話したいけど話せないことを話すラジオ、はあはあ、とかもできます。おねえ、まああのちょっとあのどうかなあまり声を大にしては言えないかもしれないですいやいやいや、君は あそこでこういうことを喋ってたね言われそ そうです、まあ、内容次第だと思いますが、はい、言われそう、うん、はいはい、まあ、例えばそういうことをチャレンジしていくことによって、うん、その新しい可能性であったりその選んでもらいやすくなるような、はい、場所を作っていくっていうことも YouTube でできることの一つかなと考えています。はい、まあ、ざっと駆け足にはなってしまいましたし、そのまだその説明したりでない部分もあると思うのですが、うん、そんな感じで考えながら何をやっていくかということをお互いに考えていけたらいいかなと思っております。あ、本当ですか、はい、まあ、すいませんね、あの私のこのチャンネルのためにね、ブレンとして頑張ってくれているケンケン、そしてアンボ君、いろいろこのまずこう多分私があのふわっと考えながらやってるから、ちゃんとねあのこういう感じで進みましょうねというのを、それさえもこの放送に乗っけてしまうというね、 YouTube っていうのはこういう感じなんですね。すっげえな、ありがとう、うん、では、Do Up チャンネルの今後についてまずね、あのいろいろ分かったつもりです。はい、次回からの Do Up チャンネルもどうぞこうご期待、あら、噛んだ、こうご期待